ということで期待しましょう。ピーマンサンバ隊の皆さん、よろしくお願いいたします。ピーマンサンバ隊初参加です。よろしくお願いします。ちょっと緊張しますね。ピーマンの生産量が日本一の茨城県神栖市では、毎年9月に神栖ぶっちゃけ祭りが開催されます。その神栖ぶっちゃけ祭りの総踊り曲ピーマンサンバの PR に来ました。楽しい総踊り曲なので、他のチームの踊り子さん、お客さん、誰でも自由に入ってきてください。よろしくお願いします。そして今日はその神栖からピーマンを持ってきました。お客さんにプレゼントしたいので、欲しい方は声かけてください。よろしくお願いします。神栖市のピーマンは綺麗な緑色で艶がよく、苦味が少ないのが特徴です。お肉やお野菜の炒め物や肉詰めなどの料理にも最適、香りのアクセントとしてサラダに混ぜるのもおすすめです。ぜひ一度神栖市の美味しいピーマンをご賞味ください。それでは踊ります。ピーマンスタンバ構えて。
ありがとうございました。そして、各チームワッショイをはじめとする各チームの皆さん、総踊りということで楽しいサンバ見せていただきました。ありがとうございました。ということで